は地元新兵太鼓台の登場です。皆様拍手を持って迎えてください。新兵太鼓台は昭和の初め頃から運行していましたが、昭和40年後半からの新調ブームについていけず7年間運行を中断したこともありました。しかし太鼓台の復活に執念をかけた自治会役員の努力が大きく実り、昭和54年に見事新調復活しました。寄付を募って購入新調するには負担が大きく無理がありました。そこで考えたのが自治会員の手作りによる新調です。指導を香川県大野原町の主に菅原治さんにお願いし、熱心な2年余りかけて昭和54年秋祭りまでに完成させました。初めての大祭り文化大学としてこんな新調方法もあるのかと注目されました。昭和力使い果たして